いることは誰にも隠せはしないだろう。ところがおいらは何のためにこんなに疲れてしまったのか。そんなにも大きな一日とは思わないが、それでもやっぱり考えてしまう。あ、この気だるさはなんだ。いつかはどこかへ落ち着こうと心の置き場を探すだけ。たどり着いたらいつも雨降り、そんなことの繰り返し。やっとこれでおいらの旅も終わったのかと思った。いつものことではあるけれど、あ、ここもやっぱり土砂降りさ。心の中に傘を差して裸足で歩いてる自分が見える。知らん顔してる自分が見える。